重心乗って、そうすると左足も右に重心乗ると軽く上げられるようになります。で、右と左手振ります。1、2回。で、その時にジャンプ1、2、こういう感じですね。腕の動きはこういう感じです。そしたら次、左手上げて、左手重心、左足に重心乗せる。そしたら腕は今度は逆の動き1、2回。これをやると同時にジャンプ1、2。男性の方はこういう感じで、女性の方は足伸ばしてます。これを6回やります。1回、2回、3回、4回、5回、6回。まず右手の動きはこういう感じですね。垂直に上上下動かすだけで、足の方がちょっと難しいんですけど、ちょっと腕休めます。足の動きつま先立ちにするとやりやすいです。ちょっとバランス取るの難しいんですけど、速いと動きやすいです。で、足の動き、右膝を外に開く状態、こういう状態をやります。で、右足を上げて外に開く。その時に左も外に開く。で、戻す。こういう感じ。反対も開いて戻す。外に開いて戻す。その時に腕をつけます。左手腰で腕を上げて1、2、こういう感じ。1、2、開く、閉じる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 。もしできなければ、まあ、足踏みでもいいと思います。1回踏みは1、できれば開いて閉じる、開いて閉じる、こういう感じです。次は右手を上げて、手はグーです。左手は腰、右足から1、2、3、4、5、6と足踏みをします。で、7の時に両手をこうやって重ねて胸の前、足も一緒に開きます。次はこの腕を右に、そして体も右足に体重を乗せて右、次に左、右左左右で6回やります。1、2、3、4、5、6。で、7の時に右足はかかと、左足に体重を乗せてちょっと膝を曲げます。で、両手は頭の上でミッキーのポーズ。1、2、3、4、5、6、ミッキーっていう感じですね。次はまっすぐ立ってください。右手このマーク、右に向きます。で、右斜め上に突き出す。で、体重は右足に乗る。で、左足は左下に突き出す。はい、その時に腕も上げる。で、左手は腰、突き上げる時に一緒にジャンプします。せーの、1、2。で、逆、右手腰で左手、右上に突き出して左足はキック。せーの、1、2。ちょっとかかんね。これ多分足は